ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。落語界の皆さんこんにちは。ですね、私最近のこの日本人の状態を見ますとね、まあ意見を自由に言えるっていうのもあるし、まあ人を非難するのも比較的自由にできるってこともあるし、またネットで顔が見えない、名前が見えないっていうところもありましてね、ちょっと日本人全体が感情的になってるように見えるんですね。事実を確認しようという気持ちよりか、自分はこういう感情を持ってるんだ、こういう好き嫌いがあるんだっていうことを常に前面に出すっていう感じがあるんですね。で、私はもちろん科学者でもありますんで、当然なんです。科学者でもね、全然違う人って多いんですけど、まあ僕なんかはそうじゃなくて、まず事実を知るということ。それからさらにそれを確認する。まあ、事実ってのはね、非常に複雑なんですよ。これは事実だからってよく言うんですけどね、事実が一番難しいんですね。学生なんか特に面白いんですよ。実験しましてね、まだ経験のないような4年生なんか実験しますとね、自分の実験で得られた結果が事実だと思ってるんですよ。もちろん、それはその彼が実験した結果としては事実なんですよ。しかし、それは彼が初めて実験するもんですから、まあ、見通しも甘いし、注意どころもちょっとないわけですね。例えば、まあ、物理の実験でも細かいところの条件が揃ってなかったり、まあ、科学の実験でも、まさかと思っても、反応に純水を使わないで水道水使ってたりですね。まあ、そういうその、思いがけないことも随分あるんですね。まあ、これは、まあ、そのために学生が訓練するわけですから、全然構わないんですけども、その結果にこだわっちゃうんですよ。しかも感情的にこだわっちゃうんですね。で、まあ、他のデータがあって、それちょっとおかしいなと思いましてね、私が学生に、いや、ちょっとこのデータ、実験データちょっと変だけどね、って言うとね、先生、実験データは事実なんですよ。それが変だって何ですかって、こういうふうにこう、食ってかかってくることあるんですね。このブログのコメントもそういう人がおります。それは、その、ある条件でやったらそういう事実になったってのは確かだけども、それはいろいろね、必ずしも全体を見てるわけじゃないし、それから何か間違いがあるかもしれない。常にそう思ってなきゃいけないんですね。ですから私は空中によく浮いとける。武田君はよく空中に物を浮いとけるねって言うんですけど、それはどういう状態かと、例えばある事実を聞きますよね。したらそれをそのまま本当だと思わないんですよ。まあそういうふうに思う人もいるとか、そういうデータが得られた人もいるっていう、まあこういうふうにこう思うんですね。ですからその人を馬鹿にしたり、否定したりもしません。あ、そうですか。つって空中にこう置いとくわけですね。それが本当に自分として、事実として受け入れるためにはですね、いろんなものを見て、それで考えなきゃいけない。その二つまたさらにステップがあるんですね。一つは事実を複数の事実で確認するっていうのが一つあるんですね。まあ事実は本当は一つ同じなんですけど、さっき言ったようにちょっと微量成分が入ってるとかね、ちょっとどっかのボルトが緩んでたとか、いろんなことがあるもんですからね。まあそういうことがなかったら、よく人工衛星なんか打ち上げるときに、失敗して13秒前にスタートをやめましたとかありますでしょ？あれなんかちょっと僕経験ない人ってわかんないんじゃないかと思うんですよね。ちゃんともうあらゆる人が、100人ぐらいの人がこう点検し、設計しも間違いない何回も実験し、そしていよいよ組み上げて、まあ一機何千万とかでするようなものもあってね。まあそういったものを打ち上げるときに寸前にちょっとストップするつくらったら前から見ときゃいいじゃないかと見てるんですよ。人間っていうのはそういうもんなんですね。ですから事実を確定するの非常に難しいんですね。それからもう一つは事実をですね、いろんな系列で整理をしてみなきゃいけないんですね。例えば時間的に整理してみるとか、それからいろんなものを例えば一見関係ないようなものを整理してみるとかね。例えば、今、環境教室ですから、具体的に言いますと、まあ、私がよく言ってるように、地球が温暖化してるっていう時はですね、もちろん現在のここ100年のデータとか、もっと地球が温暖化っていうのにね、自分の若い頃と比べるとっていう人がいるんですよ。いや、まあ、その人が地球だと思ってるんですね、自分が。だけど、あなたは地球じゃないって。それから、地球が温暖化するって言いますとね、そんなに激しくは気温変わりませんから、
人間ですとね、一晩で体温が36度から38度に上がるってことありますけどね。だけど地球ぐらいでかくなると、それは長い時間が必要なんですね。複雑な反応も起こりますし。だから本当に慎重に、現在の気温と将来の気温を計算機でシミュレーションして、あたかもそうなるようなことを言ってる人がいますけど、僕なんか全然違いますよ。過去にどういうことだったか。過去の、まあ少なくとも、6000万年は見なきゃいけないでしょうね。それからその時に、気温が上下してますから、今よりか、ものすごく上下してますからね。最近でも8度ぐらいは上下してますし、から過去を見れば20度ぐらい上下してるわけですから、それが今原因と考えられる、例えば CO2 で説明できるのか、それとも CO2 で説明できるってことは今までないことなのか。まあそういうのをこう、系列的に見ますね。それからリサイクルなんかでも、自然はリサイクルしているのかっていうことをまず最初私は見たんですね。人間がリサイクルすると。リサイクルしたら素晴らしいっていう人がもうものすごく多かったですよ。1990年頃はもう NHK をはじめとしてね、みんながリサイクルってすごく騒いだんですよ。だけど、リサイクルってこの自然界にどっかにあるのかなと思って、まず僕なんか見るわけですね。人間だけがリサイクルできるなんてことありえませんからね。自然現象の一つですから。そうすると、例えば最初に江戸時代はリサイクルしてた。全然リサイクルなんかしてません。江戸時代はね、洗濯機がなかったもんですから、反物なんかを洗濯するときは一回糸をほどいて、そして洗濯して、そしてそれをなんか板みたいな貼り付けて、アイロンをかけると同じようにシワを伸ばして、それをもう一回糸でつなぎ合わせる。これ全然リサイクルじゃありませんよね。それから、なんか、随分着古したものも使ってるっていうから、それも調べてみたら、それはね、洋服を着古した後、いわゆる リサイクルしてまた洋服をするんじゃなくて、雑巾とかそういうものにしてますね。これは回収用なんでリサイクルじゃないので、これはできます。ですけど、全然江戸時代はリサイクルしてないなと思って、この人、江戸のリサイクル事情なんつってよくこれ言うなと思ったんですね。それから、自然はリサイクルしてる。例えば CO2 から樹木ができて、樹木とか野菜っていうか草ができて、それをみんなで食べたり、樹木が倒れたりして、倒れた樹木には、菌類のですね、植物が生えて、そして分解していくと。それからミミズなんかも活動して、草とか、死んだウサギを分解したりしてると。それでまたそれをリサイクルしてるんだ。なんていう絵があってですね、自然はリサイクルしてるなんて言うけど、全然リサイクルしてませんよ。だって CO2 から樹木ができて、炭素のものができて、その炭素のものを今度は、例えばキノコ類が食べて、それで CO2 に戻すと。結局は CO2 に戻してるわけですよ。だから今で言えば、空気中の CO2 を使って植物を作り、それが石炭とか石油になったら、それを燃やして CO2 で戻すと。これは自然がやってるリサイクルを人間がやるっていうケースですね。だけど、物質を物質にリサイクルするってのは、ちょっとこれね、無理なんですよ。それは、性質として、原理的に無理なんですね。人間のしてることっていうのは、自然の力で資源として溜まったもの、つまりエントロピーの低いもの、それを使ってですね、人間活動をしてエントロピーの高い状態で、また自然に捨てるとか返すとかいうことをやってるだけで、そうするとその人間がリサイクルできるんですかっていうのにすごく僕は疑問を感じたわけですね。で、1990年頃、学生とですね、一緒に一生懸命、そういう研究をしましてね。人間はリサイクルできないと。リサイクルできないというか、リサイクルすることはできるけど、余計に資源がかかるって言ってもいいけど、余計に資源がかかるリサイクルはリサイクルとは言えませんからね。それはまあ、みんながやろうとしてるリサイクルじゃありませんから。で、資源は最低でも 3.5 倍かかると。まあ、実際には 7、8 倍かかるでしょうという論文を発表したり、学会発表したら、ものすごく叩かれるんですよ。それ叩く人たちは何でかって言いますと、リサイクルしたいという感情が、リサイクルは現実にできるのかという事実の解析をせずに言ってるんですね。それが科学者でもそうなんですよ。非常に不思議なことですね。科学者ってのはそういうことをしないように訓練された人たちなんですね。で、
そういったことは例えばいろいろありました。例えばあれですね、環境ホルモンなんかも、ごちゃごちゃになっちゃってるんですね。精子が減ってるとか、生まれる子供が少ないとか、男性のセックスの意欲が少なくなったとか、人口が減ってるとか、まあ、いろんなものがありましてね。だからまあ極端には私にプロポーズしてくれる男性がいないとかね、そういうやつも全部入って、どうも男性の精子が減って、人口が減って、そしてこれは環境ホルモンというものが災いしてんじゃないか。そこまでこれ全部妄想なんですよね。で私はやっぱりそういうの丹念に調べましてね、これは絶対に違うと。その要するに男性でも精子の少ない人っていますからね。まあ、大体子供が生まれないタイプの人も精子が少ない場合も多いんですよ。まあ、運動性が弱い場合もあるんですけどね。そうするとその環境ホルモンだとか、それから男性の精子とか、そういうものは今もう全く出てきませんね。っていうのは嘘だったんです。で、これでまたこれを批判するときに、あの時に環境ホルモンとか、農薬の害とか、それから男性の精子の数なんて言ったのは、ほとんど世界的に女性でした。特にアメリカの女性とイギリスの女性が厳しかったですね。こういうことをね、妄想の中で、科学者から言えば妄想で心配して、それを物語に作っちゃうっていうのは女性が多いんですよ。シーア・コルボーンとかですね。それからまあ、いろいろイギリスの女性の記者、新聞記者とかね。まあ、日本では大変に失礼なんですけど、僕はなかなか文章好きなんであれなんですが、有吉佐和子さんの複合線とかね。これ全部科学的に言えば妄想です。失礼ですけど、大変に失礼ですけど、妄想は妄想なんですよ。僕は有吉佐和子さんの複合線っていう小説をね、朝日新聞が書いて、載せてですね、連載に。それ出したんです、本を。読んでみたらね、全くの妄想でした。長い本の中で、農薬を複合的に使うと、人間に対する害が増えるというデータは全くありませんでした。ただ、それが非常に有吉佐和子さんの、こう、綺麗な文章で、人に訴える文章で書いてあるんで、あたかも本当のように見えるんですけどね。それは感情を文学にしたっていうだけなんです。文学の世界は感情を文学にしても立派な文学ですね。まあ、野菊の墓なんていうのはね、伊藤幸男の。それはまあ素晴らしい文学ですよ。モネの睡蓮とかね、これは絵ですけど。まあこれも素晴らしいですよね。それは、文学とかそういう分野は感情を小説にしたり、絵にしたり、音楽にしたりっていうことは、まあ素晴らしい人間の活動ですから。それ自体は僕もすごく好きですしね。全く否定するつもりはありません。ただ科学というのはやっぱり社会的責任がありましてね。複合汚染という限りにはですね、農薬の複合汚染という、こういう本をちゃんと書く限りはですね、やはり科学的な根拠を持つことが大切ですし、それからもしそうでない場合は、このものは完全に小説で、科学的な検討は全くされておりません。だから農薬を複合的に使ったから、新たな害がですね、複合であるがゆえに、つまり2種類以上の農薬を使うがゆえにね、危険であるということをこの本が言ってるんではありません。いうふうにちゃんと書かなきゃいけませんね。だから、それはね、近代化学工業が非常に雑な発展をしたので、まあ、それに対して人間が素直な気持ちで不安を感じたっていうのは事実なんですよ。それは事実なんですが、それを具体的な形で書くときには、やっぱりそれが事実であるかどうか、ということが非常に重要だと思いますね。まあ、そういう点では、環境問題は、環境ホルモンにしてもですね、男性の精子にしても、ひどいものはダイオキシンにしても、ダイオキシンってほとんど無毒ですからね。しかし、あれほどの社会的な騒ぎになるというのは何でかっていうと、それは事実より感情を優先した。で、感情で恐怖を煽るとですね、視聴率も上がるしということで、テレビも新聞も、まあ、その論調に乗った。そのうちに朝日新聞のような、まあ、性質の悪いって言った方がいいでしょうね。嘘をつくのが平気な新聞はですね、牛込柳町の鉛中毒事件っていうのをでっち上げましたね。で、この事件を私はこう、後を追ってみたんですね。そしたら全く捏造だったんですよ。朝日新聞がデータも作って、
それを新聞というもので、出して、で、朝日新聞が訛りを憎らしいと思ったかもしれないし、朝日新聞独特の言い方ですと、あの事件はデータも何も朝日新聞が作ったんだけど、あれによって空気がきれいになったじゃないか。そんなことは絶対ありません。科学っていうのはそういう、そのねじれた考えはもう絶対に受け入れませんね。それを受け入れるともう、彼は魔女だから火炙りにしろっていう中世の時代に戻っちゃうんですよね。あの魔女だっていろいろ言い訳すればありますよ。朝日新聞的言い訳すればね。魔女っていうのは確かに、例えば焼け火箸を逃げ出して焼けとしなければ魔女だとか、ボートから湖に落として溺れなかったら魔女だとか、いろんな魔女の判定方法ってあるんですよ。それによって性質の悪い女性をこの世の中から排除したことによって社会は明るくなったとかね、言えますよ。しかしおそらくそこで殺された火炙りになった女性の大半はね、いいおばさんだったと思うんですよ。で、そういうことをやらないというのがですね、現代というもので我々人間というものなんですね。もちろんこういった例は今はこういうことをやってるのはほとんどマスコミだけになりましたね。マスコミとネットでコメントする一群の人ってのはちょっとその傾向がありますね。まあ、自分の感情が赴くままに、なんか事実ってのは非常に広いですから、この事実を引っ張ってくればこうなる、この事実を引っ張ってくればこうなるってことですね。事実全体を見たら違うっていうのはいくらでもあるんですね。例えば農薬の害なんかもそういうこといっぱいあるんです。それから電磁波障害なんか一番典型的ですね。これがまあ両極端に分かれちゃうんですね。僕は電磁波障害によって苦しんでる人を知ってます。で、それが事実であることを認めてるんですね。だけどその人数は1000人に1人とか1万人に1人とかで少ないんですね。ですから電磁波障害があるかないかっていうと、普通の人はありませんと答えるんです。これは、しかし電磁波障害は注意しなきゃいけないから、まあ電気製品を作る方がね、そういう人たちがいるということを考えてくださいってことになるわけですね。これお酒と同じですね。お酒は日本人の場合、生まれた時にアルコールとかアルデヒドの分解酵素を持ってる人は 44% 持ってないですから。まあ、半々みたいなもんですよ。だからアルコール飲めない人もいれば、アルコール飲める人もいる。その状態の時にアルコールは毒だって言ったら、これやっぱり間違いなんですね。アルコールはある人にとっては毒だし、ある人にとっては人生の友なんですね。百薬の長っていう人もいるんです。酒は百薬の長であると。薬よりかいいんですよっていう人もいるし、まあ、お酒を飲んだら死んでしまう人すらいるんですね。ですから、まあ事実というのはそういうものなんで、お酒を飲んで死んだ人だけを見てですね、そういうこう、ブログのコメントって本当多くてね、もう、ちょっと嫌になっちゃう感じはあるんですが、事実はそうではないんですね。まあ、最近パンを食べると、グルテンによって腸壁が壊れてっていうことをよく言われますね。もうパンは食べるべきじゃないっていうけど、私はそう思ってないんですよ。グルテンで腸壁が剥がれてしまう人は食べてはいけませんと。だけど、グルテンに耐性があってね、全然平気な人は大いにパン食べてください。だからむしろ前向きに解決するとしたら、グルテンが危ないとか危なくないとか言ってないで、パン屋さんのパン製造会社のなんか大きいしですね、パンを扱ってる人ものすごく多いので、もっと積極的にですね、パン屋に行ったらですね、グルテンのアレルギーって言いますか、グルテンが体にいいかどうか、簡易型検査っていうのができて、まあそれでですね、検査がちゃんとできると。まあそれが1個2万円、1検査2万円でもいいと思いますよね。僕がパンが好きな人は、僕なんかでも1回そういうアレルギーテストをしてます。やっぱりそういうことをしてですね、前向きにパンを楽しむか、楽しめないか。アルコールもありますよ。アルコールパッチとかここに貼ってね。それで反応した人はアルコールあまり飲まないがいいと。反応しない人はアルコール OK っていうのありますからね。そういうふうにやってですね、前向きに環境問題っていうのを解決していくっていうのが僕は正しいと思うんですね。何しろ事実を集める。事実をよく縦横検討する。そしてある客観的結論に達する。それで自分の意見を作る。それから感情。だから感情一番最後ですよ。だけど感情から入ってですね、事実を捏造する人がいますね。例えば、武田憎らしいからなんとかあいつをやっつけてやろう。だから今日話すことで何かまずいことがあったらそれを
なんか取り上げてやろうっていうのは人もいてね。いや、そういう人はね、あまり、もう、やらない方が、人生が暗くなりますよ。ね。ということで、環境問題、特にそれが多いもんですから、やはり環境問題もですね、科学の問題に関しては、やっぱり、事実を優先すべきだと、そういうふうに私は思います。事実からスタートする。感情からスタートしないように、やっぱり実感する必要があるかと思いますね。